12月16日、19時から草月ホールで我々の YouTube 企画ライブで、喧嘩祭りというのをやりまして、今まで YouTube に出てきた方々をお招きしてゲスなトークをするっていう、はい、まだ、決まってないんですけどね。いやー、今まで YouTube いろんなゲストが出てきたでゲスからね、結構面白い話が聞けるんじゃないでゲスか。え、どうなったですか。ゲスヤバを先輩のコントのキャラで、はい、ゲストがですね、これから順次発表していきますんで。そうですね、はい、あとこれ肝になってるところがございまして、はい、生配信はないんです。はい、なんで、まあ、もしかしたらちょっとこうヤバすぎるのはちょっとカットになるかもしれませんが、その翌日から、配信がスタート、はい、1週間あるということで、その分身を削ってくれると皆さん、はい、なので本当にヤバい話はもしかしたら会場で、会場でしか聞けないかもしれませんので、はい、ぜひね、会場に来ていただいて、プラスその後配信でも買ってください。そうですね、あとですね、先行チケットは明日から、2日間ファニーの方で発売しますので、はい、ぜひお願いします。そしてですね、一般チケットは11月の24日から、ファニーの方で発売します。ぜひお願いします。お願いします。ジャンボ高尾のブチギレ事件簿ということで、本日のゲスト、はい、レインボーのジャンタカが来てくれました。ありがとうございます。いや、嬉しい限りですよ。俺らのチャンネルオファーすると体調を崩すと言われている。あ、確かに過去2回ぐらいオファーいただいて、ね、2回とも体調壊しましたもんね。あれさ、本当に出たくなかったんだよな俺らの。そうだよな、鬼越さん知ってますよね。俺が2ヶ月に1ヶ月体調壊してる。知ってますよね。じゃあほぼ1年で換算したら半年体調壊し。俺だってここ最近もまた1ヶ月ぐらい体調壊してましたし。あ、そうそうです、そうです。ちょうどそのタイミングなんだよ多分、うん、なんか単純な疑問なんだけどさ、体調壊してる時も食えるは食える。いや、これがね、やっぱ食えないですね、うん、あ、じゃあ食えない。クマみたいな感じなんだ。あ、そうそうそう、体調いい時に食いだめして、食いだめして、で体調悪くてはぁはぁみたいになって。そっか、だから鬼越さんも気をつけてください。最近もう初めて出た症状、うん、もう寝てたら夜、うん、もう喉が熱くなってきて、咳が止まらなくなったんですよ。で、俺咳止まらないなんて初めてだったんですよ。で、喉が熱くて痛くて、みたいな、止まらなくて、で、これどうしようみたいな、冷たい水飲んでも止まらないみたいな。で、お茶飲んだりしても止まらないみたいな。で、症状で調べたら、逆流性胃腸炎の胃腸炎、はい、一番ひどい症状で、咳が止まらなくなるって症状があったんですよ。こっから来るんだ。胃酸に喉がやられて咳が止まらなくなるっていう、はい、やばいね。 なってなかったっけ。俺逆流性食道炎の方、ああ、寝たりとかするとここで、ね、胃液が上がってきたりとか、胃液が上がってきてぷかぷかするとか、まあ、食道炎は結構あるんだけど、はい、胃腸炎で咳が出ると相当やばい。さらに下がぐーっと上がってきちゃって、だからこれでまた5日ぐらいほぼ喋れないとか、そういう感じで生きてますから。なるほど、はい、だから今回前回か、はい、レインボーで、まあ、スケジュールもらってやろうかって言ったら、はい、多分前日ぐらいに、はい、多分喉壊しててみたいな。そうです、そう、喉めっちゃやってたんですよ。喉やばいっすよ。その俺の喉の病気激ヤバですよ。あれ取れなかった一回。俺が取ったのは扁桃腺。あ、喉取ったんじゃないんだ。扁桃腺か。扁桃腺を取って、でこの前のはもっと奥で、うん、もうめっちゃ喉痛くて、それも病院行ったらいつもかかりつけの耳鼻科に行って鼻からカメラ入れて見てもらったら、はいはい、クールな先生なんですけど、あ、これやばいねみたいな。これ死ぬ確率 1.4% あるよ。 1.4%? 絶妙じゃない。1.4% ってどっから出してんだよ。でもめっちゃ怖くないですか。でも、まあ、死ぬ確率のやつ、ね、1.4%、はい、可能性あるの怖いね。ちょっと言っとくけど、君、これ耳鼻科で唯一死の病気って呼ばれてるやつだよみたいな。ほう、耳鼻科で唯一、耳鼻科で唯一死の病気って言われてる急性喉頭蓋炎っていうのになっちゃった。急性喉頭蓋炎、はい、で、これは何かというと、ここに、まあ、なんか腫瘍みたいのができて、症状が風邪にめっちゃ似てるんですよ。でも風邪とは全然違うんです。でも誤診されるんですよ。なんで、この鼻からカメラ入れないと分かんないんで、なるほど、ね、だから風邪かなって言われて窒息死するんですよ。有名な女優さんもこれで ICU 入って死にかけた。その病気になってました。じゃあそれで 1.4% の確率で本当に死ぬから、でギリギリもうパチンコで言えばパチンコで計測率死んだら半端ないんですよ。確かにな、はい、1.4% ですから 98.6% で当たる。それは当たりました。それは当たる、それは当たる、それは当たる、セーフもね、はい、危なかったです。でも 99% でもない限り、まあ、100% だったらね、はい、いい。そうです、そうです。でその病気でちょっと休ませてもらって。なるほどね、はい、俺ジャンボが会うといつも元気だから、はい、なんか
すごい体調は全然バッチリな感じだと勝手に思ってた、まあ、声もでかいし、ね、鬼越さんに会う時はそうですね。でも無限大の皆さんからしたらもう、あ、そっか、ちょっと頼むよと。じゃあ俺死ぬんじゃないのジャンボ。ジャンボは2年以内に死ぬっても無限大の皆さんは常に言ってるぐらい体調壊してますから。モグラかジャンボかみたいな、もう二択でしょうねこの。モグラは分かるんだけどさ、はい、ジャンプも常に俺ら元気なイメージあるからさ。いや確かに元気、ジャンプってすげえ元気なイメージなんだよな。無限大の本当同じ劇場の皆さんからしたらジャンプはいつも元気ないってイメージだと思う。あ、そう多分、はい、あ、ジャンプ元気ないってもあるんだ。そうですよ、楽屋でマスクしてこうやってずっと寝てるみたいな。そんなジャンプ見たことないよ。あ、そうですか。俺もこのジャンプしかない。俺たちを見ると、はい、ちょっと話したい話がありすぎるんじゃないですか。やっぱガチギレか、ゴシップ。そう正直もう止まんないもんね、お互いに。もう止まんない。鬼越さんと楽屋なんか止まんない。ただほぼ話せない。そうなんだよね。くっそー、話したいんだけど話せない話。まあ無名の人の話もあるしね。あいつな、お笑い、あいつな、あいつの話な。あいつの話はね、本当にちょっと話したいよな。もうまあ本当話したいですけど、なかなかどうしてって感じですね。その人、まあこっちも別に得ないし、まあ、冗談通じないから、そう、うん、お笑いで返すとかもないから。ないですね。あの人の話めちゃくちゃしたいんだけど、うん、いつかだからあの人がその違う意味でこうバッてね、はい、その違う、まあ仕事はあれなんだけど、ハラスメント的なのね、なんか違うのガッと行った時にはブワッて行きたいけどね。もう3時間半スペシャル撮りましょうか。いや、もういけるよ本当に。 YouTube でもうちょっとだからあいつが頑張ってくんねえ。あ、そうですね。そうなんだ。それ待ちにしましょうか。それ待ちなんだよ。さっきの話、俺なんか2人で熱く喋ってたのを冷静に聞いてたんだけど、俺そんな人勝手になんかで潰れそうだけどな。なんか、あ、そうですか。そのまんま行ったらね。まずあの方のね、情報、あの金ちゃんさんと情報交換いろいろしてて、お互いね、それ坂井さんの気持ちで聞いてたら、いやいや、もうそんなやつダメだよって。なんか多分俺らが、あの俺らに入ってきてないところで、うん、例えばスタッフにパワハラとかそういうのしてんじゃない、もしかしたら。まあしてる、ね、してる可能性もあるしね。パワハラしてて隠し撮りされてましたとか、確かに、ね、確かにありえそう。やっぱ芸人から評判悪いやつダメだもんね。まあダメですよ、この業界は。それが全てですよ。それが全てよ、うん、あとお金のやつを全部取られてたとかね。実は自分はこういうごまかされてて、これ全部記録してありましたってさ、お金のやつ受けてる人全部懐にみたいな。そう、何年もかかるじゃん、お金のパワハラ受けてる人は、ね、だから何年かのいきなりこうまとめてどさって来られて、そしたらもう後でもうすごいよ。でもすごいよね、2人とも腹立てなくていいことでめちゃくちゃ腹立つ。やっぱね、俺それあるんですよ。池田にも言われるんですけど、俺やっぱニュース見てても震え止まらんくなるから俺消すんすから、ニュース。もうムカつきすぎちゃって、もうふざけんなよ、なんでそんなことすんだよ。ちょっと政治勉強して国会なんか見たらやばいんじゃない。いや俺やばいと思います、マジで。俺今でも政治にムカついてきてます。ニュースとか政治見るだ絶対、はい、マジで。俺本当に20年後っすよ、生きてたら出馬するか、もう本当街のもうやばいおじさん、あー許せない許せないみたいな、あー気持ち悪い気持ち悪い、あーお前ら気持ち悪い、最低の人間だお前らみたいな、周りがピリッとするね。あのおじさんに俺なり得る未来余裕でありますもん。あ、電車の中で、あーお前ら許せない、確かに許せない許せないみたいな。いるよね、いるよね。俺ね、あれだから全然他人事じゃないというか。本当だって会うたび会うたびに怒ってるもん。怒ってます、ね、ジャンボが切れてるから、うん、何かしらにマジで怒ってますね、常にガチ切れしてるもんね。ガチ切れしてます。でもこのフォルムだから聞けるっていうのあるよね、やっぱ、うん、プーさんみたいな人が怒ってるって面白いんだよね。これでガリガリだったら俺は聞かないからね。そう、でも信頼してるよ。ガリガリのブチガリガリの聞けない聞けない聞けない。確かにね。やっぱでガチ切れとかって、まあ、一応ね、今回こういうくくりだけど、はい、なんかある、ある。そうですね、うん、もうじゃあまずは、うん、もう本当にもうプライベートから俺結構怒ってると言いますか、はいはいはい、本当に正義感も強いんで、うん、だこれもまあちょっと前になりますけど、一般人にも全然怒ると言いますか、あんま芸人でいないよね。そんなにいないですけど、だってコンプラの時代だからさ、コンプラの時代で。でも分かるよ、そのすげえ無礼なことされても、あ、俺芸人だしこう変な風に問題になってもらつって、明らかに無礼な一般人を野放しにしちゃってる人が多いよね、はい、多いじゃないですか。じゃあまず、まあ、電車とかでも俺は結構怒るんですけど、すごいな。もう今はやめました、正直。うん、その割りか、その4人、あのいろんな人に迷惑かかる可能性があるし、本当芸人成り立てぐらいの時とか、まあ、まだ全然テレビにも出たことない時代とかは、
もう総武線用乗ってたんですけど、うん、総武線の下り電車でこうバイト終わり乗ってたりしたら、うん、あのね、中学生か、まあ、高校生ぐらいになるんですかね、うん、その学生のヤンキーの子たちが3人ぐらいで、うん、もう優先席をもう独占して、はいはいはい、でもうでっかい音、でっかい音で曲流して、うん、でもう、うわ大騒ぎしてるんですよ。いやだね、うん、めっちゃムカつくんですよ。だからでもう車内もみんなはぁみたいな、でもサラリーマンの方々もまあ、うん、ちょっと今言えはしないみたいな感じで、まあ、ここは俺かと思ってもスッと立ち上がって、もうその優先席のとこ行って、もうちょっとお前らうるさいなみたいな。お前すげえな、はい、すげえな、はい、ちょっとお前らうるさいわみたいな、マジで。そしたらその結構わりかし俺でも怖いでけえいかついやつと、まあ、まあまあまあこいつはなんとかなるだろうみたいな、はい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 、おちびちゃんみたいなやつがいたんですよ、はい、でそのおちびちゃんみたいなやつが結構勝ち気で、え、な、なにみたいな、何やんのみたいな、うわ怖みたいな感じで、結構こう小柄なんで下から覗き込んでくるようにメンチ切ってくるんですよ。で俺もまあその別にヤンキーだったわけとかじゃないんで、結構なんか心臓もバクバクしてきて、はいはいはい、お結構勝ち気だなと思って、はい、なんだよみたいな、おいみたいな、やんのかおいみたいな、え、何みたいな、え、全然やる全然やるみたいな感じで来て、あ、やばいやばい、ちょっとビビってきたな俺もと思いつつ、まあ、負けちゃいけない、なんだよおいみたいな、これはもう攻めなきゃ負けだと思ったので、引いたらダメ、はい、ちょうど電車がプシュッと開いたぐらいだったんで、分かった降りろお前、おやろ外でやろ、言ったことないですけどそんなこと、な外でやろうやみたいに言ったら、それまで静かにしてたもう一人のこのでかいやつがベルトシュルルッて外して拳に巻いて俺にこうやってうわーって掲げて、え、やんなら俺がやるけどって言われたんですよ。怖っ。その瞬間俺あまりにも怖くてもう締まりかけて降りてくれてて、もう怖すぎてもう降りて怖すぎて、そしたらもうこれもなんか情けない話なんですけど、多分電車の中でそのチビが、うん、やろうよデブデブみたいに言われてるんですけど、俺もミスに全然こうやっていや、おもろいな、正義感はあるんだけどな、正義感は悔しかったですね。別に不良とかじゃないもんね、うん、ジャンボがもともとね、うん、そうなんですよ。そっか、じゃ結構ガチでベルトシュルルルでこれ巻くの怖いな、めっちゃ怖かったですマジで。絶対それをやったことあるんだろうしね。そうっすね、それをやるだって慣れてる人じゃないと外して発想にもないじゃないですか俺らの中で。でもそれ言いに行くのだけでもすごい勇気だよね、はい、周りのやつって言えないじゃんそんな、言えない、俺らも絶対無理よ、ね、うん、俺結構他も電車で言えば、うん、そのイヤホンして自分はあの橋本さん大好きなんですよ、カンナ、あの弁護士の、あ、ちょっと橋本カンナじゃなくて、カンナじゃないんだよ、トールトール違う違う、トールのこと橋本さんって言わねえって今まず橋本トールって言え、うんうん、もう橋本トールさん大好きなんですよ橋本弁護士がもう政治家時代の橋本さんがもう俺もう死ぬほど好きだったんですよ。あの動画おもろいよね、はい、俺もよく見る、俺もずっと見てたんです電車で、するやつな、だから正直その時点で結構ボルテージは上がってると思う、ね、橋本さん見てるから上がっちゃうよね、もう上がりながらこうやってもううわって見てたんですよ。そしたらなんかねこう結構混んでたんですけど電車が、あのね、なんか異様な雰囲気だったんですよ、なんかちょっとざわついてて、うん、はぁみたいな、で俺の隣をすっごい見てるみたいな、これなんだと思ってイヤホン外したら俺の隣にいたなんかねあの、ま、すごい小柄ですけど、うん、なんか厚みがある体で、うん、で眼鏡かけたパーマのおっさんみたいな人、50、40ぐらいのおっさんがめちゃくちゃでかい声で電話してたんですよ、うん、でも俺橋本さん大音量で聞いてたら気づかなかったんですけど、え、何やめて、あんたなんとかだよみたいに言って、で周りの人はもうやだみたいになってて、もう皆さん任せてくださいと、私も橋本さんの動画をトール見てるからね、トールを見てるからね、限ってるからね、ぐんぐんもう橋本ボルテージがもうグラッと来てるんですよ、熱量みたいな話、あのすいません、あのダメですよ、電車の中でそうやって大声で電話してたらダメですよ、皆さんの迷惑にもなりますし、こうベースメーカーつけてる方とかは電波の関係とかもあるんで、ね、絶対にダメですよみたいな、まあ流暢にやっぱ橋本さん見てる、うん、そしたらこいつがそれに対して良くなったんですよ、え、電話するのは
電車の中で電話するのは良くなったんですよって言ってきたんですよ。腹立つな。え、そんな思想変わったっけ。そんなのあったっけ。でもマナー違反だもんな。マナー違反です。もちろんで嘘っす。もちろんだから良、ね、くなったんですよみたいな。だから小馬鹿にした感じで言ってた、言ってきて、ね、でそれに対して俺、あ、そうなんですか、すいません、知りませんでしたなわけねえだろおいつって史上初のノリツッコミくれプライベートのノリツッコミ。いや、ちょっと待って、見たことない。俺劇場でも見たことないそれノリツッコミは見たことあっても、ノリツッコミギレは見たことなかった。見たことないし、一般の方にやるテクニックじゃないよね。すいませんでした。すいませんでしたなわけねえだろ。はい、すいませんなわけねえだろ、おい。お前勇気あるな。お前むちゃくちゃ言うな。お前最低だな、うん、おい最低の人間だよ。お前はもう今後お前部下とか作るなよ。なぜならお前が最低な人間なんだからおい今後だよ、一生お前についていく人間なんて一人もいないんだから。だってお前は今だって迷惑顧みず喋って、それでいて止めた人間に対して良くなったんですよって冗談吐く人間なんだよ、うん、おい分かったかおいっつって、もうそこからもう止まらなくて橋本ボルテージが、もうそいつのここにこうやって立ちながら俺もう怖え、はい、あっちからしたら怖えよって言ったら、俺ももうちょっと橋本ボルテージがもう上がりすぎてて気づかなかったんですけど、周りが最初はもうよっみたいな感じだったんですよ。もう感じたんですよ、もうその、うん、もうジャンボみたいな感じが、うん、口には口には出さないけど、はい、ジャンボ鶴田やねジャンボジャンボもはや鶴田だったわけですよこれね、はい、まあ、当時まだまだ実家ですけど、はい、でそれでやってたらなんかだんだん周りもちょっと引き出して、あ、やりすぎた、俺がやっぱやりすぎて、ジャンプやりすぎて、ね、もう殴りすぎてたんでしょうね、言葉で。なるほどね。でそれで気がついたらそのパーマのおっさんも、うん、やめましょうやめましょうみたいな、もう受け一点だったのに、ジャンプがやばいやつみたいな、そう俺がやばいやつみたいになっておりました。恥ずかしくなっちゃった。すげえな、はい、マジですげえな。いや、ジャンプってすごい、ちゃんと怒るんだね。ちゃんと怒りますね自分は。風紀いいんだよね、そういう意味では。でもやっぱ正論じゃん、間違ってないじゃん、はいはい、正直な、やっぱこの自分の正義をやっぱ正義を、それお父さんとお母さんの教え。お母さんですね、完全にお母さんが正義感強いタイプで、あの料理のうまい、あの料理のうまいお母さんもそれこそもうニュースとか消したりしてましたし、はぁ、くそ世の子供がかわいそうとか言って自分の子供じゃないんだね。自分の子供、世の子供、もう世の子供がやっぱニュースでそのひどい目にあったりするじゃないですか、そのニュースで子供がこんなことになっちゃったみたいな、はい、ニュースを見てももう悔しくて叫んだりしてました。どんな感じなの。あ、くそ世の子供がかわいそうってもう私には何もできないくそみたいな。母ちゃんこんな綺麗子になる日ぶち切れでした。母ちゃんも結構でかいんだよね。母ちゃん体です。幕張で一番でかいんだ俺の体女で、女で、はい、俺のお母さんが似てるのは長州力ですまかりで一番でかい女性見たらジャンボ、ジャンボのお母さんです、はい、絶対に。あの同じバレー部 の、 あの俺の同級生のお父さんが息子に、なんか実方のとこのお母さんで長州力に似てるなって言って、それをお母さんに伝えたらお母さんもブチ切れです。ブチ切れ、あ、何人のこと失礼な、冗談じゃないよっつって、俺のお母さんの特技がリンゴ素手で割ることですからすごくないですか。リンゴ素手でどういうこと。女性で、あ、そうじゃないです。2つにこうやってこうパシャンって。俺が子供の時、俺が小1小2小3ぐらいの時とかは、俺が友達遊びに来るじゃないですか。そしたらみんな集まりなみたいな、はい、こう、いや、こんな種も仕掛けもないリンゴがパシャンって二つにしてみんなを沸かせてマジックみたいな感じで、マジックみたいな種なんてないバーソロミュー怖いよバーソロミュー母だね、それ母です、バーソロミュー母それなんかやってたの昔。いやでもね、うん、お袋はもうバスケ部だったんですけど、でも子供さんに育てたことが一番。なるほど。あ、それでやっぱりたくましくなられて、はい、指立て伏せとかもできました。指立て伏せ、この長州力みたいな体して指立て伏せ、すごいパワーすごいんだ。結構食べるんだ。めちゃくちゃ食いますね。今でも吉野家の特盛と牛皿とか。はい、前田誠二さんや誠二さんの頼み方ね。誠二さんの頼み方、誠二さんの牛皿と牛皿そう、牛皿を置かずに牛丼食うっていうよく見たことない見たことのない。誠二さんの、すみません、ちょっとした話、誠二、はいはい、さんがその時期にハマってたのが、あの
焼肉丼にめっちゃハマってたんですよ、その、吉野家の焼肉の、うん、いいか絶対間違えんだよ、焼肉丼なみたいに言って、牛丼じゃなくて、はい、でその NSC のスタッフを、当時俺の相方だったんですけど、うん、買いに行ったら焼肉丼がなかったんですよ、うん、であやっぱってなって、でも言えないじゃないですか当時、まあまあね、スタッフだから、そうそう、でカルビ丼っていうのがあったんですよ、うん、でうわこれでいけるかなっつって、もう買ってカルビ丼のカルビ丼っていうシール剥がして、もうそろそろ渡して誠一さん食べたら、今までの焼肉丼で一番うまいっていや、もう見たくないんだ、ほぼちゃんと騙されるちゃんと騙されるからカルビ丼の方がじゃあ好きじゃんっていうね、カルビ丼だったんだね好みなのは可愛いからね、可愛いんだよ、可愛いお方ですからね、誠一さんってあの NSC のコーチで、はい、ダウンタウンさんと同期の銀次誠司というコンビをやってて、誠司さん、はい、滑らない話ね、そうですね、やられてるから、はい、まあ、今やられてないですけど M1 の審査員とかもずっとね、そうです、純月ぐらいもやられてたっていう、はい、いやジャンボは、ジャンボはすごいね、はい、じゃあジャンボのこれを想像したらお母さんの人格想像しやすいんです、まんます、もう喋り方と、もう口調も全部、池田とかがやっぱ一番知ってますけど、うん、俺が怒った時とお母さんが怒った時は全く同じだって言ってました、ね、あ、そう、はい、じゃあもう顔もこんな感じなの、顔も似てます、はい、全部似てます本当に、そう、俺がまんま女になっておばちゃんになった感じです、お父さんはどういう、喋んない、逆に喋んない人みたいな、あ、そうっすね、でも俺らにはめっちゃ優しかったですけど、でもまあ寡黙かもしれないですね、あたしんちみたいなことだ、あ、そうっすね、はいはいはい、そっち側のね、やっぱジャンボって普段からさ、やっぱ芸人にも結構キレてはいるじゃない、そうですね、言ったら、はい、誰がジャンボ史上ランキングで言うと、はい、誰が一番腹立った、3位ぐらいから、どうしようかな、ここでは話せないけど、この間の俺らのライブでね、話してくれたあの話もめちゃくちゃおもろかったもんね、あれはちょっと配信でしかね、はい、見れないけど、まあ、池田になんか多分常日頃から腹立ってるだろう、もうね、ああもう、まあ、そうですね、だって池田とはでもね、やっぱ今もめっちゃ仲良くやってるからな、池ちゃんと今仲いいんだもんね、珍しいよね、あんだけあんだけいがみ合ってたの、死ぬほど仲悪かったですからね、池ちゃんが吉本さんがやってる時もうやばいっす、マジでてか、あの時の俺が悪いっす、もう100で、あ、そう、もう頭おかしかったっす、だって池田が吉本さんがやって、うん、それもあれですよ、レインボーのためにと思って吉本さんがやって、インスタとかで20万人フォロワー作ったり、うん、あいつってやっぱすごいじゃないですか、行動力、まあまあ、ちょっと圧巻の行動力、うん、それを全部俺はもう、うわ一人で売れようとしてる最低だ、で初めてレインボーって結局キャーって言われたこと一度もないんですよ、あ、そう、それって何かっていうと、俺らキャーっていうのがなる劇場を過ごしてないんですよ、ちょうど無限大ホールがキャーって言われてる時代をこうすり抜けてきちゃってるというか、タイミング的にも、はい、多分鬼越さんも、鬼越さんも俺らも後期とかって激渋無限大だったの、激渋だったね、結局あの時代に俺らやっと劇場メンバーになれたみたいな感じだったんで、あの時代もう終わってないね、日の出と感動ピストって別のコンビだったんですね、日の出の時は唯一あいつキャーって言われてたけど、やっと吉本坂の時あいつキャーってなりかけてたんですよ、うん、池田が助走でいたついてるだけで、うん、キャーみたいな、うん、その時の俺やっぱ頭おかしかったんで、もう、え、今誰キャーって言ったのめちゃくちゃ邪魔かも他のお客さんの嫌だな、嫌な相方だな、お前は最低の相方ですよでも俺からしたら当時死ぬほど仲の悪い相方がキャーってー、だから自分がキャーって言われたらまだ嬉しいかもしれないですけど、それでもそのファンを全部かもういなくならせて、最低の男ですよ、池田的にはまあそのレインボーのためにっていうのもあったし、だからやっぱ池田は偉いっす、あいつほど偉いやつはいないかもしれない、こんな化け物を、いやいや、こんな化け物を抱え続けた、だから言うなれば俺めっちゃ鬼越さんと近いというか、酒井さんがめっちゃメンヘラ出る時見てて、めっちゃ俺分かるというか、似てるんだ、はい、いや酒井さんと喋っててめっちゃ思いますよね、俺だって同じかもしれないしね、で、あの池田も、池田痛いかもしれないし、普通の男から見てなんだ池田何やってんだって言うけど、池田自身は別に人を攻撃してないから、まあ、そうそう、誰も攻撃してないですから、ただナルシストで痛いだけなんで、ね、ただ生きてるだけなんですね、そうそうそう、池田はただモーニングルーティンとか撮ってうわーって思われてるだけで、思われてるだけで、池田とかがおいお前おいちょっとパン買ってこいみたいなことは絶対しないんだよ、で池田自身もお笑いが好きなただの熱いやつですからね、最近池田がすごいなんか男前になったって言ってめっちゃ褒めてるもんね、そうですね最近の切れ方が、うん、いや池田は
めちゃくちゃかっこいいっすからねっていう意味が分かんない。だから意味が分かんない。これだから池田トークも、うん、まあ、年あの年明けたらいろいろ解禁になる話があるんで、うん、そしたらまた、うん、そしたら来させてください。池田トークね、池田トーク、池田の面白い話もやんば、うん、やんばほどあるんで、まあ、鬼越さんには結構話しちゃいましたけど、まあ、そうだね、はい、でもあいつもすごいやつだからね、はい、あいつすごいよ、はい、あいつバケモンだ。ディラン・マッケも一回ね池田に起こったけどね。ああ、奈良木さん、奈良木さん、まあ、握手会の対応が長すぎるってね、はい、怒ってたというかちょっと言ってたけどね。そうです、吉本隆の時期もね、いろいろありましたから。そうね。そしたらじゃあ、一回置いてそのブチギレトークで、私すごい風俗がすごい愛があって、うん、だってなんだ、もう風俗のおかげでその本当にダメな道に走らなかった男性って山ほどいると思うんですよ。まあまあ確かに。世を救ってるよね。もう世の中をどれだけ救ってくれてるか。で、私も本当にすごい童貞歴も長くて、はい、女性どうしても本当にもうセックスがしたくてしたくてしょうがないってなってもできずにクソってもう家でもルームシェアしてる時とかも、あの差し田もう芸人辞めちゃった、うん、あと竹馬ね。で竹馬もねすごいいいやつでもモテるんですよ。竹馬モテるね。竹馬が優しいんでコンパやってくれたりするんですよ、うんうん、あの家でじゃあコンパやろう、家で三々のコンパなんて最高じゃないですか。最高だね。ルームシェアしてる醍醐味じゃない。醍醐味ですよ、まあ、それのためにみんなルームシェアしてるからね、はい、でも俺も本当雑魚なんで、でこう一回ばらけたんですよ、いい感じで。サンサンで。で、俺もなんか可愛らしいギャルの子と同じ布団で寝ることになって、でその子がなんか T シャツ貸してよなんて言ったりして、ほいみたいな、ちょっと着替えるから向こう向いててなんて言われて、うん、オッケーなんつってこう向こう向いて着替えたみたいな、まだなんつって、今思うともう大チャンスという。確かにもうそれフラグ立ってると思う、ね、確実に。もう正直 98.6% 本当に本当に1.4%絶対死なない。死なない、死なないですよね。絶対死なない。俺この日は死んだんですよ。えなんで 1.4 引いたとかと。でこれでもう同じ布団で寝て、うん、本当にどうしていいか分かんなかったんですよ。こっからが、うん、この後どうしていいかが分かんなすぎて、うん、まず長めの漫談を2個おしゃべりで。おしゃべりで、いやこの前こんなことって本当にあるんだって話があるんだけど、うん、みたいな感じで長めの漫談して、まあ芸人だからね。まあまあそこ、いや俺のお母さんってマジで俺に似ててまたリンゴ素手で悪い話とかしちゃって鉄板トーク、まあ、鉄板トーク長くしちゃって、うん、あーみたいな。向こうもなんか向こうのボルテージが下がってきてるのもちょっと感じたんですよ。なるほど。でやばいやばいやばいと思って、でもマジャンボ的にどうしていいか分かんないけどね。どうしていいか分かんない、うん、やばいやばいっつって俺がしたのはそう、ちょっと歌しりとりやるみたいな、うん、俺めっちゃ強いんだよ歌しりとり、行くよ、じゃあリンダリンダ、はい、だ結構あるよ、じゃあ俺行くよ、ダリンダリン、ここにいて、手結構あるよ、もうはい、もう手のひらを太陽に、つったらもうその子寝ちゃったんですよ。子守歌みたいな。ちょっとその時は童貞だったの。何回か数回は2人セックスさせていただいたことありました。あ、本当ね、でもやってたけど、まあそういうふうに初めてのことっていう、付き合ってないことをやるとかじゃなかなかないんだよ。そうなんですよ。そうか、チャラい感じの芸人のなんか変なノリみたいな、はい、もうくそでもだから芸人っぽいことしたかったですね、うん、で別の日に竹山がまたコンパ誘ってくれて、じゃあ家にまた女の子を呼ぼうかみたいになったら、夜勤だったんですその日、うん、うわ夜勤で無理だ、オッケーみたいな、でも誘ってはくれてますよ。で朝夜勤明けヘトヘトで帰ってきたら、すっごい楽しそうにすき焼きをした後みたいのがあるんですよ、台所が。で俺台所掃除って俺の担当だったんですよ。で台所がぐしゃぐしゃだったんですよ。やだね、すき焼きで。俺それでもう朝もみんな寝てる中、あー台所汚ねーなーってもうブチ切れちゃった。そしたらもう眠い目して竹山が、あごめんごめんっつって起きてきて、そのすき焼き素手でこうやって片してもう俺何してんだろうみたいな、竹馬だって誘ってくれてんのにもうそこでブチ切れて、そうだよな、竹馬も解除したわけじゃないもんね。そうですそうです、ね、これを仲間には入れようとしてくれてるんで。でも立ち回り的にさ、その誘われなくなるやつもいるじゃない。はい、わかります、わかります。こいつがいるとうまくいかねえな。そうそう、俺ね、はい、それが彼です。でも、坂井さん、そうはならないように頑張らないと、俺らは。ジャンボはでも髪の生えてる俺だね。いやだな。髪生えてなかったらもう誘われなくなる。あ、そこだけですか。髪生えてないと、本当に女子受けも悪いから、なんで
3対3でスキンヘッド1人いんのってサブイチスキンヘッドって変じゃんって 5-5 ならいいんだけどね 5-5 としてのパー1人のパーティーここだっていいんだけどあーむずいなそうだね確かにサブイチだと目立っちゃうんですか目立っちゃうねそっか3対3でスキンヘッド1変なのよこの3人でのコンパとか地獄だろうね地獄でしょうねからしたらもう女子からしたらもう本当神様に今日無事家に帰りますようにっていう巨人族とのコンパ怖いよな。ですいませんで、まあ、話それちゃったんですけど、風俗、ね、がすごい好きで、うん、で、うん、千葉で住んでた時にすごく好きだったあの千葉の、うん千葉駅にあるんですよ。栄町っていうソープ街があって、栄町、はい、ソープなんだ。もうソープ街があって、その中でもうとびっきり大好きだったお店があったんですよ。俺の中で。もうそのお店の何がいいって、まあ栄さんも、まあ、風俗お好きですもんね。まあ好きだったじゃないですか。でも好きだけどそこまで経験はないんだよね。なるほど。で私大好きなんですけど、それで何が一番好きかあのそのお店の。うんやっぱね、ホスピタリティが素晴らしいんですよ。まあ、それに尽きるよ。もう接客、もう大事だよね。風速なんて 98.6% 接客ですよ。98.6% 接客が本当に大事じゃないですか。でもそのお店はじゃあ例えば、あだいぶ思ったより写真よりぽっちゃりした方が来たなとか、だいぶ写真と違う女性が来たなと思っても、ホスピタリティが素晴らしいんで、終わった頃にはこの人をすごく愛おしく思って帰れる。めっちゃわかる。っていう素晴らしいのは言うなればもうお店が素晴らしいわけですよ。うん、まあね教育がね教育がしっかり行き届いてるっていうね。行き届いてる。で、そのお店にちょっと久々に行きたいなと思って、ほんと5年ぶりぐらいに行こうと思って、そのお店、あ、もう外観も変わってないで入ったら、店長さんというか、当時と同じスタッフさんだったんですよ。この方がいたらもう間違いないなと思って。まあ、で、どの子にしますかみたいになって。じゃあこの子だって待って、こうウィンってこうエレベーター開いて対面したら、また可愛い子で。うん、あら、しかも可愛いみたいな。あ、今日はありがとうございますと思ったら、もうなんか伝票でもうこうやって仰ぎながらあれみたいな感じでやる気ない、あれこれちょっと大丈夫かって思って、でもこう必死でこう盛り上げようと思って、うん、でもそこから盛り返したりもするんで必死で盛り上げたりなんかちょっとやったりみたいな、その飲み物いりますか、じゃあちょっと2本もらっちゃおうかな、うん、違うかみたいな感じでこう必死でこう盛り上げようとしてるんですけど全然盛り上がらないんですよ、うん、あれみたいな、そしたらその子が、はい、じゃあ服脱いでくださいみたいな、こうそこのお店って絶対に服を脱がしてくれたりするんですけど、はい、服脱いでくださいみたいな、ちょっと冷めるかみたいな、で服脱いで入ってこうやって渡したら、そのカゴにこうやって投げ入れるみたいな、みたいな、これだいぶやばいぞこの子みたいな、でそれで、はい、じゃあ行きますよみたいな、はい、じゃあシャワー行きますって言って、でそれシャワー行きますって言って、その子の目の前にその俺の衣服が入ったカゴがあったんですよ、うん、そしてそのカゴをうわーみたいな、これやっばみたいな、でも俺めっちゃ腹立ってきて、もうさっさと行って、もういやいえ、そ行ったの、もうさっさと行きました、もう腹立ったんで立たなくない、もう怒りで、それは別でした話がとりあえずそこのムラムラしたのを一回もうさっさと行って、もうさっさと行ってたらプレイとかどうなの、まあプレイもだからあんまりそんなんでしょう、その淡白な感じ、だから俺も険しい顔では言ってます、もちろんその情けない顔じゃないし全然、あ行ったわどこで強がってんだよお前、行った行った行くとかやらないで、あ行った、もう全然です、行った行った行った、あ行った行った行ったわ、事後報告みたいな、行った行った、じゃあ行くっていうの言わなかったら、そこはもう男の尊厳を守ります、そこは行くは行くけど、あ行ったわ行った行った、眉間にしわ寄せていって、めっちゃいいな、かわいいやつだろお前も、それコントにしてほしいわ、なんか女に腹立ってるけど行くチャンスの時間くらいだといけると思う、確かに女に腹立ってる時の男の行く、ああ行った行った行った、行った、はい、ありがとうございましたみたいな感じで、でそれですぐ行きました、でそれでもう本当にでも怒りは全然収まってないですよ、でそしたらそのお店はやっぱ本当にすごい接客というか、まあ、教育もすごいんで、うん、終わった後に必ずどうでしたかって聞くんですよ、はい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 、でその制度まで生きてたんですよ、で俺が出た時にその河原の店員さんが来てどうでしたかみたいな聞きに来たんですよ、もうなんでもう俺ちょっといいですかって、お店の端っこ、店出て、お店の端っこにこうやって呼んで、いやもうがっかりですと
俺はね、このお店が大好きだったんですよ。何ですか今日の子は。もう最低です。僕はね、このお店の何が好きか言いましょうか。ホスピタリティですよ。接客ですよ。いつ来ても完璧だったんですよ。それが何ですか今日は。ホスピタリティのかけらもない、情けないですよ。教育はどうしたんですかと。そしたらそのお店の方も、あ、くそーみたいな、あの子ムラあるんすよ、くそーみたいな悔しがってらっしゃって。パフォーマンスの悔しがりじゃなくて、いや、心からだと思います。出てた。俺あの方は本物だと思う。なるほど。くそー、あの子ムラあるんすよ、なあみたいな。ジャンボに対してのクソじゃなくてね、はい、その子に対する。で、いや俺はショックです。俺はこの子、このお店はどんな子が来ても最後には、あーなんて愛おしかったんだろうって追われたのに、今日は全然愛おしくなかったです、最後。もう言うわって言ってたら、そのお店の方も、くそー、すいません、くそー、ちょっと待っててくださいって言って、お店に入って戻ってきて、1万円の割引券です。で、そのお店もめちゃくちゃお安いお店なんで、もうってことはもう次回数千円になるんです。安いね。もう一回チャンスもらえませんか。で、俺もそういう問題じゃないんですと。もらえませんと。俺はこういうのが欲しくて言ってるんじゃないですと。それを分かってください。そういうことね。ことを言って、またこっから10分ぐらい粘ってたら、だんだん俺がやばいやつみたいな。その店員さんがもうだんだんすごい神接客だったんですけど、俺だんだんこう、はいはい、分かりました、ありがとうございますみたいな感じで、やばい客を払うみたいな、本当クレーマーみたいな。そう、はい、ありがとうございました、嬉しいです、また来てくださいみたいな感じの、めちゃくちゃやばい客を払うみたいな感じで最後は終わっちゃいましたね。その時俺も我に返りました。あ、俺がもうやばすぎた、はい。うわ、でも切ないけどな。毎回ジャンボがやばくなるんだよな。やばくなっちゃいます、やっぱ。長いんだね、ジャンボ。長いですね。切れ方が長いんだね。これ、習慣的に結構続くんだ、ジャンボ。続きますね、自分は。それすごいよな。で、それ別に1万円もらって、じゃまた次に期待しますって言って帰ることはできなかったんだ。できなかったです。なんか、そんなことじゃないんだって。俺はこんなのが欲しくて言ったわけじゃないしっていうことを伝えたかったんですけど、その方からしたらもう最後の切り札でだったからね。こんだけ怒ってたらとりあえず一回収めてもらってっていう、うんうん、まあ、ジャンボ的にはやこれが欲しいから怒ってって思われたくないっていう、ね、ないっていう。やっぱだからそこはもう、あ、行ったわの時と一緒で、やっぱ認められないんじゃない、うん、ありがとうございます、また来ますとは言えないんじゃない、うん、確かにね、情けない話です。でも今のでも今の話で風俗話だったけど、ジャンボの人となりみんな分かったえ、今の話で今のギャッと入ってました、まあ、ジャンボってそういう人なんだろう、うん、だって人間の欲がさ、うん、一番出るところじゃない、まあ、そうですね、で行った後なんてもう何にも言えないもん俺正直もう賢者タイムで、賢者タイムで、俺は大変申し訳ない、違う賢者になってましたから、もう違う方の、もう違う方の賢者にもなって、行く前は正直腹立ったりするよ、はいはい、行っちゃったらもう何もないや、何でもいいやみたいな、どうでしたかって言ったら、いやまんまでしたけど、でも全然いいっすって言って俺帰るけど、全然もうそんなんじゃ収まりつかない、収まらなかったです、ね、すごいわ。女の子には説教しなかったの？これは女の子にはその時は言わなかったですけど、あまりにもひどい時は女の子にもちょっと言ったりもしますし、あ、まあ、たまにあまりにもひどい子もいるじゃん。一回ラウンジみたいな、初めて行かせてもらったんですよ、ね、その先輩がちょっとジャンボみたいな、この社長さんがみたいな、うん、ちょっとジャンボと話したいって言って、あ、分かりましたって言ったら、本当西麻布で一番高いぐらいな超高級ラウンジだ。もう本当全員信じられない美女で、はいはい、で俺行ったことなかったんですけど、うん、ラウンジって、でキャバクラとかってすっごい楽しいじゃないですか、うん、女の子、ね、お兄さん体大きくてかっこいいとか言ってもらえたり、ワイワイしてくれる、なんかなんだかんだこっちも会えそうみたいな。ラウンジってそういうことじゃないらしいですね、うん、その本当足長い女の子が足組んで、そう、ね、こうして見てる、ただいるだけの時もあるからね、いるだけ、そう、接客はあんましてくれない感じ、はい、で、俺の先輩の隣にいる女の子がもうずっとみたいな子だったんで、これ何してんの君ラウンジだから、行ったことない、ね、これ何をしてんの今、うんうん、え、これ今どういう状況、みんなはお仕事中みたいな感じでだと思っていい、うん、だとしたら、え、ここ何してんのみたいな感じでラウンジの女の子に言っちゃったことがありますいや、それね、はい、何しかすかしてんの君それみんな思ってるけど誰も言ったことないセリフよ、そう、
はい、それ君何してんの。あっちゃなんてことやんの。ラウンジ自体がちょっと素人っぽさを売りにしてるから。らしいっすね。そうなのよ。本当に。だからすいません、ラウンジなかったら知らなくて、俺。ちょっとキャバクラっぽく、そうすごいね、もうよいしょしてくれる感じじゃなくて、はい、ちょっと素人っぽい感じで。はい、だからもう男が口説くのを楽しむ場所みたいな。プリン感があんまないけど。はい、俺本当これ何してんのこの男と思って。はい、だから本当に手こきの店行って、なんでもっとサービスしないの。本当に。もっと舐めたりしろよ、お前。なんで裸になったの。いや、まあ、むちゃくちゃ。むちゃくちゃね、言ってる。そう。手こきはしてんだから。ああ、だからすいません。だから申し訳なかったです、ね。でも、あっちはなんて答えたか気になるんだよ。その子は、はい、何ですかみたいな。楽しんでますよみたいな。いやいや、楽しんでるように見えないよ、じゃあ。カーって笑わないと、じゃあ。カーって。嫌だけど。カーって笑えよ、って。そうっす。いいな。すごいな。でも、やっぱそのジャンプのすごいって、ぶち切れてるけど、楽しく聞けるね。あと男だったら誰しも思ったことだと思うけど、実際口に出したことはないけどね。はい、ね、確かにみんな思ってるね、うん、なんかいるだけで金稼いでいい商売だなとかね、まあ、ちょっと思うけどね、それは、はい、そういう場なんだよね。そういう場なんですね。コントにできそうだけどね。そうっすね。だから全部コントに一緒、うん、じゃあ最後のブチギレいいですか。あ、いいよ。女の園ですね。女の園、女の園、YouTube チャンネルパクった。女の園っていう YouTube、YouTube アニメ、いろんなものをアニメ化する YouTube で、はいはいはい、俺らのコントをタイトルまんまでパクった YouTube チャンネル、女の園に一番ムカついてますね。俺 X 見せたけどブチギレしたね。もうふざけんなと。まるまるだもんな、あれな、タイトルが。まる、これね、うん、これもうね、もうムカつくポイントもたくさんあるんですけど、もうやっぱ、もう最悪ですよ。まあ確かにお笑いってめちゃくちゃ難しいっす、この、うん、をパクったパクってない、はいはい、で実際に俺らも芸人だから分かりますけど、うん、本当にボケなんて被るし、うん、アイデアなんて被るじゃないですか、うん、そうだね。だからまあしょうがない面とかもあったりするんですけど、その女の園の何がムカついたって、俺らってタイトルめちゃくちゃこだわってつけてるんですよ、うん、あの鬼越さんもそうでしょうけど、はいはい、YouTube ってやっぱタイトルどれだけ引きがあるかって、ね、タイトルのサムネとかね、はい、なんでそのタイトルが一番、うわどういうタイトルがみんなをすぐ引きつけるかなとか、そのタイトルをまんま一緒にしたんですよ、最後の部分だけ書いたりして、何々何々何々のこととかちょろっと、それがすごくバカにされてる気分だったというか、どうせ芸人だから文句なんて言わないでしょ、あすいませんタイトル 99% 一緒でしたごめんなさいみたいな98.4% ごめんなさい忘れてました 98.6%来るからだ、99%でそれぐらい怒ってますよ。すいません、ちょっと頭に血が上ってしまって、はい、もうそのバカにされた気分、その芸人なんて何の文句も言わないんでしょみたいな、はい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 、こんだけお一緒にしても大丈夫ですよねって、この本当に芸人全体をバカにされたような気分、はいはいはい、で力を込めて決めたタイトルを全く同じにされた、この嘲笑られた気分で、俺ら YouTube チャンネル始めたのも本当にそのもう面白そう優勝しました、うん、で同じ回にひょっこりはん出てました、うん、で俺らの力不足もありますけど、俺らは全く売れずにひょっこりはんドカーン売れて、うん、次の年の面白そうで去年は俺ら優勝ですけど、去年の優勝はひょっこりはんみたいに、その優勝がまるでひょっこりはんなようなにもなっちゃう、これはもう俺らが100悪いんですけど、にもなっちゃって、で俺らはもうそっからはもう3年間ぐらい営業で綺麗だっていうだけの仕事をして、綺麗だね、はい、でどこ行っても正直じゃあ面白さを見てた人っつってもまあ10分の1ぐらい手上がったりして、もう本当に誰にも求められて寝てない3年間過ごしたり、ちょっと食うために、はい、で第7世代の波にも乗れず、これ俺らどうするみたいな、で池田が一人で頑張ってんのにそれを俺はもう睨みつけてコンビ仲悪くなって、でその時に鬼越さんにも言ったことあるかな、その俺も一回解散しようって言ったんですよ池田に、あちょろっとなんか聞いたことある、はい、もう俺が嫉妬の塊みたいになって、もうメンヘラも爆発して、もういいよもう解散しようみたいな、お前一人で売れたいんだろみたいに言った時に池田が、いや俺そんなつもりないよ、二人で頑張りたいよっつって、吉本坂以外の全部の活動をやめたんですよ、一人の、インスタの更新ストップさせて、一人で出してる歌やめて、一人でやってるライブやめてみたいな、俺のために全部やめてくれたんです、吉本坂以外。あいつ、いいやつだね。あいつめちゃくちゃいいやつだな。なんでももっといいやつに思えていいの。
全然出てないね。溢れ出てないね、あいつから。そうだね。まだ嫌なやつだと思われてる。いけなって死ぬほどいいやつですか。いいやつだな、あいつ。死ぬほどいいやつですか。お母さん大事にしてるし、ね。お母さん大事にしてる。そうだよな。で、それで池田が言ってくれたのが、当時俺、池田にも俺、この前さ、女の子がさ、みたいな。なんか結構みんなにやらせてくれるっつうかさ、でも俺にやらせてくれるのかなと思ったら、昨日好きな人できたとか言われて、ふざけんなよ、冗談じゃねえやとか、もう最低の人間に今でも落ちきってて、もう人の悪口ばっかり言ってたんですよ、池田に。でその時に池ちゃんがもうあのさみたいな、もう実家とか普段言ってるようなさ、人の悪口とか人に思うこととかを全部コントにするチャンネルやらへんかって、おお、池田が言ったんだ。池田が言ったんだ。池田が言ったんですよ。あいついいやつだな。あいつめちゃくちゃいいやつですから。あいつクリエイティブいいやつだな。クリエイティブいいやつですよ。で俺みたいな猛獣をもなんとかしてくれて、まあね、でそっから俺がそのガールズバ、下心あるのに下心ないふりしてる男とか、あ、そういうめちゃくちゃ俺がやりたくてしょうがない、正直綺麗だじゃない俺のやりたかったようなコントを全部、闇ジャンボ、ね、闇ジャンボをこう全部こうできたわけですよ。でそっから週4回ぐらい上げたりして、まあ、再生数も1000再生もいかないですけど、すっごい幸せだったんですよ。俺はなんか10ぐらいコメント来て、10個ぐらいのコメントで面白いとか、俺も同じ経験したよとかが、すごいなんか承認欲求が満たされたんですよね、俺の。まあね、全て出して、はいはい、でそれでやっとこう家まで来たのに、その気がない男に説教する、その気がない女に説教する男っていうコントを取って絶対100万再生いくと思って、本当に1週間で100万再生いって、そうです、それで行ったんだ。それで行ったんですよ。もう本当と撮り終わった瞬間叫びました、もう絶対100万再生いったって。あ、そう、それまで1000再生ぐらいしかいかなかったですけど、うん、そう思って、で本当に1週間で100万再生いって、チャンネルもやっと10万人とか一気にいって、で俺のやりたいコツとかで、池田のやりたいコツとかすごくできてきて、だからもう俺らの YouTube チャンネルに対する思いってやっぱめちゃくちゃ強いんですよ。それぐらいかけてたんだな。かけてたんですよ。人生かけたコントをよう簡単にパクれたなって声出てるよ。こんなに辛かったんだよ、それを簡単にやるなんてひでえよ。ご法度だもんな、芸人からしたらネタをパクるっていうのも、はい、本当に一番芸人から嫌われるものだもんね、はい、でそれをもうアイデアパクるなら、まあ、もうそのタイトルまんま一緒とかさ、でそれでいて俺が怒って向こうが言ったのが、競技を重ねた結果、我々はパクってないという。え、そう、あれパクってないって言ったの。そうですよ、あの長文の出したんですから。でその長文の声明を出した最後の終わりに以上つけたんですよ。謝る文章の最後に以上なんて。厚切りジェイソン？以上じゃないんですよ。ジェイソンさん以来の。厚切りジェイソンじゃないの？ジェイソンさんかあれね、あの狼少年さん。狼少年さん。どちらか。どちらか。狼少年さんか厚切りジェイソンか、どちらかだけよ。以上はね、うん。俺らはそれだもん。え、だってさ、それ辞任しなかった一人。辞めたよね一人。だからその辺もだから、え、あれあやふやだったの？でも最初認めてたじゃなかった？認めてはないです。認めてないんだけど、不快な思いをさせてすいませんみたいな感じです。そのレインボーさん節操ないよね。節操ないです。だから何人ぐらいいんの、そのチャンネルは。いや、これがもう全くあらわになってないんですけど、うん、もうそのチャンネルの内部告発みたいな文章は俺に届くんですよ、インスタとかで。おうおう、正直ジャンボさんの熱いメッセージ心打ちました、あ、そのチャンネルの実情を教えさせてくださいみたいな感じで俺に届いたりして、告発がね、告発が届いたりして、でそれをまあ吉本内部ではちょっと共有したりしつつ、だから俺今一人で半沢直樹みたいなことやってる。一人半沢は、はい、であのもう一人怒っていいはずの池ちゃんはもう、あ、ジャンボ頑張れみたいな感じでしょ。そうです、ね、ジャンボ頑張れ、はい、旅してたら座長みたいな、パン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 ってして、はい、死ぬほどいいやつですけど、これであいつはなんだこんな時も熱くならないのかっつって、またちょっと嫌われる。すごいいいやつなんですけど、まあな、はい、あ、じゃあある結果的に、あの YouTube 削除とかしてないの？削除はしてます。削除はしてるんだ。俺らのタイトルがまんま同じだった6本みたいのは削除してるんじゃないですか。あ、そう、はい、それ以外も動画出してんだ、アニメで。なんかいや、だからここから先はだから俺ももうね、何も言えなくなっちゃった。いろいろあって他のも、だから他の人のパクってる可能性もあるんだよね。そうですかね。
それ何人ぐらいの登録者自体は そのチャンネルは。でも25万人ぐらいで、でも動画によっては俺らより再生されてたりもします、ね、あ、そう、アニメのやつ見ちゃうと、うん、俺らより全然再生されたりしてます。 YouTube ってそこ難しいよな、なんかさ、うん、そパクるってわけじゃないけどオマージュとかさ、俺らもランキングやってたけど、はい、あれニューヨークやってたもともと、で俺らやってて、それといろんな人やってるよな。パクってるやないかい。俺らパクってるし、お前パクってるやないかい。まさかのこういう話するとき2番手ってなるよ。俺ら先人でもなんでもないよ。そう、だからネズミ講でいうここなのよ本当に、うんうんうん、みんなで他にもやってんだけど、パクっとるやないかい。あんまり言えないんだけど、パクっとるやないかい。でもそれがさ、なんかいいな、かわいいな、しつけえな、しつけえな。なんかその、まあ、ダメなんだよね、なんかその、はい、ダメなんだけども完全にタイトルパクるのは良くないよな。そう、そこが何と言っても一番ムカつきましたから、品がないよな。なんとなく俺らのコントっぽいをやられたら俺もこんな文句言ってないかもしれないです。でもタイトル全部一緒はバカにしすぎだってっていう。パクってます感も出してないの一切。パクってま、あ、こ、レインボーさんをパクらせていただきましたみたいな、うん、もうないです、一切ないです。本家の動画を見てくださいねみたいな感じもない、うん、ないです、ないです。しかも前トータルさんもあったのよ。トータルさんドッキリを YouTuber、うん、男女の YouTuber がパクってて、まんま同じやつ、はい、でこれ何がかわいそうって、そっちを先に知ったやつは、うん、トータルさんの方をパクリって思ってるやつがいるわけよ。だからそのチャンネルも、だからトータルテンボスさんの YouTube の URL 貼って、トータルさん のドッキリが面白かったんでみたいな風にしろよって話ですよ。だから俺本社でこのめっちゃ怒ってる時期あったじゃないですか、俺が X でこの、おい、ふざけんな今度パクってみたいな言ってる時に、トータルの藤田さんにお会いした時に、え、ジャンボ今どういう感じ、俺まだあのドッキリ全然許してないんだよ。熱量全然、だから藤田さんの熱量全然変わってなかったですから。その熱量であのバイクのやつ起こしたからね。あの起こしたのね。ああっつって、ああ俺らお前よっつって、あの熱量のままだったのかな。バイク藤田バイク、バイク藤田バイク。ああそっか、はい、じゃあそれ結局はもう本当に、6本削除したけど、結果的に、まあ、謝罪というよりかは、うん、そうですね、だからこっからどうなるかは、まあ、見守っててくださいというか、うん、まあ、俺 もう吉本法務部の方からとにかくジャンボ君は静かにしてくれと言われて、はい、ここまでの話しかできないようになってるんです。でも怒ってることは伝えていいんだよ。伝えていいです。あとそのツイッターとか X で言ってたことまでは言っていいという、言っていい、ここまでも言ってるっていうのね、言ったら、はい、まあそりゃそうだよね、第2、第3のそういうのを出したくないもん、ね、絶対出したくないんだよ、はい、芸人の尊厳を守るためになんとか、はい、舐められてるような芸人が舐められてます、はい、タイトル全部、あの長文のタイトル全部一緒って、もうちょっと変えないとね、せめてパクるなら、パクるなら、あ、まあ確かに、そのなんだろうな、このまああえて英語で言わせてもらうけど、はい、コメディアンの世界って、なんであえて英語で言ったの？大したことない英語やめて。そう、芸人じゃなくてコメディアンの世界って、うん、コメディアンね、あ、一本取られたなってやり方あるじゃん、うん、そうですね、ちょっと面白いな、わかります、わかります、あっちのやり方、ね、なんかさらばさんとかさ、うん、スキャンダルのいじり方とか、うん、もうすごいですもんね、なんか営業芸人が手抜いてましたってなったら、うん、次の日なんか営業先で、うん、座りながらやりましたとか、あ、これはもう面白いし、ちょっと社会風刺聞いてるし、これはもう芸人として認めなきゃいけないな、うん、これでお金を稼がれたとしても、うん、その人の発想だからみたいな、まあ、その事象がね、全体で共有していい事象があればいいけど、そうだね、そう、これに関してはもうレインボーが作ったものだからね、それを大パクリ良くないな、いや本当、これが過去、そうですね、過去最大の怒りですね、過去最大の怒り、はい、俺も X 見てワクワクしてた、それ俺もあの時期も芸人さん、もう全芸人さんがどんな感じやもん、いや、そうだよな、もう本当連ドラ見てる感覚 で新作いつ出るのみたいな、半沢直樹だ、そうそう、本当だよ、俺らが言うのもなんだけど、ネタ作るのってマジで大変だもんね、大変ですからね、本当に、うん、あ、やっぱりその、しかも池田がさ、解散間近のレインボーの中で、普通はさ、ジャンボがその女にモテる池田にさ、うん、女への不満を言ってたらさ、まあまあまあ、ジャンボそんな怒んないでさ、うん、ネタ作ろうよって言うじゃん、うん、普通の、うん、普通のいい相方は、うん、それをさ、ジャンボのその怒りを YouTube チャンネルにしようよって、あいつすごくない？いや、すごいね、あいつはなんかすごいプロデュース能力と、うん、
行動力も全部すごいですから。あと商売系もなんかすごいじゃん。すごい、ね、すごいっす。今コスメとかすごいよね、はい、であいつはただ売れない子役を10年やってて、うん、その時に培ったあのいけすかなささえなくなったらもうパーフェクト人間ですから。なんとジャンボからしかさ、この池田がいいっていいやつっていう話がさ、ちょっと待ってくださいよ、ま、周りから池田のいいやつ話が一切聞こえてこないのよ俺オンリー、うん、初めてよ、初めてジャンボが初めてこう。でも今の話とかいい話だ、めちゃくちゃいい話、はい、だこれから俺も言っていくわ。俺らもお願いします。さすがにアレクサいいやつですから、いいやつなんだあいつ。アレクサ電気つけてをあのアレクサに無視されたって話しか覚えてないアレクサアレクサっつってカカチってアレクサが無視するってなかなかないからね。そうそうそう。で池田は一応なんか楽しそうだからね。まあね、池田がなんか怒りに満ちてたらみんなちょっと池田どうしたのってなるけど、うんうん、しかも女子人気エグいな今池田。ああ今本当にあのやっぱ化粧品とかでやっぱすごいのかもしれないですね。そうだよね。今実際どうなの、なんか例えば女子人気の実質ナンバーワンってずっと兼近が君臨してたじゃん。これだから難しいところなんですけど、うん、あいつはなんかお笑いが大好きな女性を巻き込めてはないじゃないですか、うん、ああなるほど、はい、なるほど、ね、俺ら配信チケットも全然売れないし、だから本当に世の今あの全芸人でもモテるランキングやったらあいつマジベスト5入るんじゃないですか。確かに。ただ TikTok をお笑いとかじゃなくてあれなんか流行りの動画流れてきた、あれこの人面白いと思ってる女の子が見てる動画が池田の動画だったりするわけでしょ。すかね。だから芸人って知らずに見てる人もいたらしい。あやっぱりそうだと思います。はい、そうコスメというか池田ってただただだからお笑い界というよりもあいつただただ化粧業界でバズったりしてるんで今。ああそうだね、はい、すごいよ。だからすごいっす本当に、まあ、今までいなかったじゃん、ね、その化粧品で攻めるやつ。一化粧品芸人 IKKO さん。マジでだからハンサムな IKKO さんみたいな感じですよね。確かに。なんか IKKO さんがブサイクみたいな。IKKO さんはある意味ハンサムだよ。うん、生き方はね。IKKO さんハンサム。すっごいハンサム。いや確かに池田すごいな。池田すごいです。池田の凄さを語る回もいける。ああいや、ね、マジでできますよ。あいつバケモンっすからね。他いんの？話せる人。池田の凄さ。うわあ。いや俺小畑。小畑。池田が許さないんですよ、はい、池田が小畑 NG にしてるからすみません。だから、はい、池田の凄さ語れるの俺しかいないんで、ね、はい、池田の凄さを語る回でまた1時間呼んでください、はいはい、さあいということで、じゃあもう本当にいいね、もうブチギレで、いね、なんかこれテレビとかで見たいもんな、ジャンボのブチギレエピソード。だってブチギレたとってジャンボって別に暴力に最後訴えるわけじゃないですか。そうね、ただ注意してあっちが強そうだったから逃げたって、うん、注意しすぎてみんなが引いてったって話だからそう、ね、できる話だからいいよね、まあ、このご時世でも、うん、コンプラに引っかかんないからね、はい、でも藤田さんの話はできないじゃん。いや別に俺したろ一回呼んだろそれでもうすぐ消したろすぐ消えた。すっごい面白い動画だったのに。そう2日で64万再生すごい、すごかったですよねバズったら。まあね、いろいろあって、はい、さあということで、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。